ああ、アナザーだ。レンが特別課題で四苦八苦してる頃、純子が受験のための書類を提出し、担当教師の準備室から出てきたところ、ちょうど廊下を歩いていた日向とあやみにばったり出会った。あ、純子先輩。こんにちは。今日は学校来てたんですね。ええ。最近はそっちにもあまり顔を出せていないけれど、調子はどうかしら。あやは最近調子いいんですけど、私はあんまり変わってないですね。日向は自分が嘘をつくのはうまい方だと思っていた。正しくは必要のないことを言わないのに慣れている。誰かを騙すわけではなくて言わないだけだから、自分たちから純子にバレるとは思っていなかった。なんかひなのその部分なんかね、結構わかる気がする。あの、俺も割とそういうタイプかもしれない。いらないことは言わないみたいなね。ああ、あやめさんの話は3年生の間でも聞くわ。期待している先生も多いみたいね。すごいと思うわ。いや、最近は本当お姉と蓮くんが私の面倒を見てくれてるおかげでいい評価もらえてるって分かってるんで。あやはもともとできる子なんで、姉としても鼻が高いです。そこで嫉妬したりせず、自分とあやめのプライベートとへの評価を別のものとして受け入れられるのが日向だ。相変わらず前向きにふてぶてしいその性格に純子も笑顔を返す。ところで、池永くんの特別課題の様子はどんな感じかしら。え、なんで知ってるの。そこで一瞬固まってしまった瞬間、日向はもうごまかせないし、あやめはもともと挙動不審だった。あら、どうしたの。何か私に聞かれたらまずいことでもあるような顔をしているけれど、もしかして魔女さんかアン先輩が話しちゃった。どうしてそこでその二人の名前が出るのかわからないけれど、さっき先生に聞いたのよ。ああ。同じ作業部屋の一年がデザイン科の先生に無茶な特別課題出されてるから、潰れそうになったら止めてやれなんて言われて。デザイン科の教師も一人ではないし、純子の顔は広く、ちょっとした雑談からそういった話をされていた。ああ、そっか、そっちか。そうだよね。純子先輩に言いたくないって言ってたの、蓮くんだけだもんね。その一言はまずいのでは。なるほど。私に言うと心配するから、黙っていてくれって頼まれたのね。純子先輩の理解が早い。そうだよね。隠してなんておけないよね。そのうちバレるとは思ったけれど、隠すよりも早く相手が知っていたことに妙なおかしさすら湧いてくる。さてと、それじゃあ詳しい話を聞かせてもらえるかしら。お題は今日のケーキセットでいいかしら。ここまで来て言えませんとも言えず、日向とあやめはうなずくしかなかった。ああ。私たちが知ってるのはこのくらいです。そして蓮にも伝えていた通り、純子に聞かれたことをすべて答えた日向とあやめ。そして案の定、純子は顔には出さなかったけれど内心で拗ねていた。魔女さんには相談したのに、私には黙っていてほしいだなんて。やっぱり拗ねたじゃないか。というか、うちが今日シフト入ってるの分かってて連れてきたな。まあまあ、私たち仲間じゃないですか。それともアン先輩、蓮くんにうちは秘密守ったなんて言いたい感じですか。純子先輩の彼氏にポイント稼ぎしたい感じ出すの本当にやめろ。拗ねた純子がアンのことを冷たい目で見ているのに気づき、即座に否定する。そういう怯えられ方は心外ね。私はアンのことを信じてるし、蓮くんのことだってちゃんと信じてるわ。そもそもそういう意味じゃ先に疑われるのは三枝さんたちよね。あの蓮くんが純子先輩って彼女がいるのに私たちに何かするわけないじゃないですか。お前たちのこと知らなかったら何言ってんだって話ではあるけどな。やだな、純子先輩なら分かってくれるって信じてますし。ええ、もちろん浮気や間違いを起こすなんて全然思ってないわ。じゃあやっぱり池永くんが純子に黙ってたことが面白くない？そうね。
それと自分にも少し呆れてる部分があるわ。池永くんが特別課題を出されるとしても2年生になってからだなんて思っていたの。自分の彼氏のことを思ったよりも知らなかったし、過小評価してたなんて反省点だわ。純子先輩は後輩が特別課題出されるとは思ってたんですね。特待生以外に特別課題が出されるケースは多くない。優等生の集まる A 組でもそれは例外じゃない。そして蓮は入学してから美術学校の学生としては目立った結果を出していない。今回池永くんのどんなところが評価されて特別課題が出たと思う？蓮くん目がいいんですよね。視力の話じゃなくて観察眼って意味で。あやめとアンとは違い、考える素振りもなく答えるひなた。そういえば昔からいい画集見つけてきたりとか印刷ミス見つけたりとかうまかったけど、そういう話？うん。でもそれって絵の構造を切るのがうまいとかじゃなくて、切ってあるものを整えるのがうまい感じなんで。整えるのはできても0から1にするのに向いてるわけではないのよね。蓮くんもそれは自覚があったみたいで、最近は相談もされてたんですよね。え？私そんな話されたことないけど。そりゃ技術の話なら姉の方にするだろう。アンにまで言われてあやめがショックを受ける。純子も池永くんのいいところは気づいてたんでしょ？一年の後期で課題が出ることだとは思ってなかったんです。魔女さんは分かってたみたいな顔してますけど。その魔女の余裕も純子が拗ねる理由の一つだった。気づいてたわよ。でもだからどうしろって話でしょ。蓮本人も向き不向きの自覚はあったし、まだ1年生だ。魔女が自分からおせっかいを焼く理由も特にない。ええ、わかります。これは私が勝手に嫉妬してるだけですから。わざわざ言わなくてもわかってると思いますけど、後輩だって先輩のことを心配してですね。わかってるし、黙っててくれって頼まれたあんたちに何か言う気はないわ。けど蓮には言うんだろうなと日向たちは思う。いつもだったら年上らしく済ませるところなのに、拗ねるなんて珍しい。確かに心配してくれてありがとうなんて返事をするのがいつもの純子のらしいとアンも思う。ただ蓮と付き合う経緯を見ていた手前、確実に拗ねるという付き合いが長いからこその確信があってその通りになった。そんなに拗ねてません。じゃあなんで口尖らせて頬を膨らませているのか、さすがのアンもその指摘はできなかった。そして日向、あやめ、アンの3人は言った通り、拗ねた純子の相手は蓮に任せることにして、余計なことは言わないようにするのだった。今日泊まりに行っても大丈夫かしら。さあどうなるかな、この先。ちょっと一旦ちょっとね、時間的なものがあるので一回この辺で区切ろうかなと思います。あー、だいぶ佳境っぽいね。なんかこのレポートが完成目指していく上でのあと残りの感じがどうなるかだよね。いやー、なんかいや、まあどっちのねこともなんかわかるよね。やっぱこう拗ねちゃうっていうのもわかるし、俺からこう蓮くんの方からね言うのはちょっとやっぱ、まあ、あの忙しい先輩に彼女にねなんか言うのもなっていうのもどっちもわかるからな。なんかね、難しいよねこういうのって。割とねあるよね、なんか学生じゃなくてもさ、仕事なんか忙しい人に、あの相手にこうなんか自分のやってることの相談とかするのってちょっとね、気が引けるというかね。まあ愚痴とかはね、喋りやすとかで、あのそういうなんていうだろう、頼り方っていうのももちろんあるんだけどさ、でもなんかあんまりこうできればあんまり弱いところ見せたくないみたいな感じの考え方もまあわからなくもないから難しいよね。いやー、さーてさてさて、まあこの先ねどうなるかわかんないですが、このまた泊まりがあるということは何かしら進展もあると思いますので、また次回も続きやっていきたいと思いますので、また次回もよろしくお願いいたします。
てなわけで、今回はここまでにします。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントなどなどしていただけるととってもとっても嬉しいです。てなわけで今回はここまで。バイバイ。